あの二人絶対できてるわよ。美里さん、まずいですって。何人か、職場で知り合った人で忘れられない人がいます。美里さんは男女で仲良く話している場面に遭遇すると決まって、あの二人絶対できてるわよ、と言います。以前勤めていた会社で帰宅の二人現場で、一人欠員が出たため、おばちゃんが代わりに入った時に美里さんと知り合いました。求人が決まらず半年ほどここへ勤務しました。美里さんはお話が大好きな方でいろんな話を聞かせてくれました。課長は好きじゃないの。どうしてですか？前にここへ来た時に上から来ましたって言ってたんだけど、それじゃ私たちは崖の下にいるみたいじゃない。まあそう取れなくもないですね。わら、だから課長が嫌いなの。ここの管理人は女性の方で、管理会社から人が来て、特に男性が管理人と話してるとよく、あの二人絶対できてるわよと言いました。会社から来た人ですよ。距離が近づきすぎだと思わない。しかもニコニコしてるし、大人だから話がスムーズにいくように微笑みながら話してるんじゃないですか。そうなの。それにしても距離が近いわね。確かに近いとは思いますが、あの二人絶対できてるわよ。美里さん、ある日宅配人が管理人と仲良く話していました。美里さん、あれもできてるんですか？相手はジジイじゃない。何かなるにもあれじゃ何もならないわよ。美里さん、お昼休憩中、この現場ではミノモンタの午後は〇〇思いっきりテレビを見ながら食事をしました。おばちゃんたちがミノモンタが好きというのは本当かもしれません。笑ってもいいともじゃなくてミノモンタが好きなんですね。他の現場のほとんどが笑っていいともを見ていましたが、この現場ではミノだったのを覚えています。ミノさん見てると元気が出るじゃない。濃すぎないですか？これぐらいがいいのよ。ゲストの大島渚と宍戸城が出ている回は、美里さんは特に喜んでいました。これまた濃いメンツです。朝、課長が現場へ来ると連絡がありました。マンションのエントランスで管理人と話していました。あの二人絶対できてるわよ。美里さん、最近これを美里さんから聞かないとしっくりと来ない自分がいます。課長が我々の元に近づいてきました。お疲れ様です。雲の上から降りてきたのね。ところで今日は何の用なの？皮肉がもろにこもっています。新しい制服をお持ちしました。今のでいいわよ。このマンションの系列が全部この制服に変わるので、申し訳ないですがこれで働いてください。天の言うことだから着るわよ。現場の人と話すときは言葉に気をつけなければと教えてもらいました。半年が過ぎ、新人が入ってきたので、おばちゃんは新人教育が終わったと同時に会社へと戻りました。それから3年ほどして、大金社から美里さんが半年前に亡くなったことを聞かされました。自宅で亡くなられたそうです。後から知ったのですが、他の大金社が応援に行った時、美里さんはあの二人絶対できてるわよというのを聞いたことがないそうです。たまたまそう思う状況の時におばちゃんに話して、おばちゃんのリアクションが良かったから、おばちゃんを楽しませてくれるために毎回あんなことを言ったのかなと思いました。とても楽しい現場でした。おばちゃんには忘れられない人がいます。今日はね、皆さんがね、こういうところに注意してれば、あの二人絶対できてるわよってね、言われないね。まあそういうためになることを語っていこうかなと思ってるんですけども。まずね、男女で会話するときに、近づいて話したり、あと、ニコニコしながら会話してると、美里さんに絶対、あの二人できてるわよってね、言われちゃうから、これはね、すごく注意した方がいいかなと思います。で、対応策はね、話すとき、二人の間にチョークで線を引いて、お互い2メートル以上離れることがとても重要だと思う。で、両手はズボンの後ろのポッケに、まあ、両方とも入れるという。じゃないと、絶対あの二人、おかしいわよ。なんであんななんか近づいてニコニコ喋ってんのって、ね、確実に言われちゃうから。これはすごくね、注意した方がいいと思います。そういう目で見られると、え？あの人なんか、特に男の人、シャツのボタン、ダニボタンまで開けてて、え？あれ、刺すって、いやもう、いや、この世はね、おかしいことになってるとか、なんか、そんな、言ってくる。じゃあボタン、全部、閉めなきゃいけないんですかって、そりゃそうよ。だって、自分の胸元を見せてるようなもんよって。チェックのね、ボーダーラインがね、狭すぎんのよ。第一ボタンもちょっとどうですかねって言ったら、いや、谷間が見えたらもう誘ってるって。いや、そんなね、もう、不死だらな、大人になっちゃダメとかよく言ってた。うん。で、次にね、注意しなきゃいけないのが、ズボンからシャツが出てると、まあ、美里さんの感覚だとね、生活の乱れや風紀の乱れと同じで、服装の乱れは、
低層の乱れみたいな感じで、まあそこまで言わないけど、ちょっとね、まあオブラートに包んで、もう絶対あの二人おかしいわ、ね、そういう風に言われちゃうんでね、皆さんどっか外出するときはズボンの中に必ずシャツを入れましょう。これはね、もう本当美里さんにガチで言われるから、あれ絶対おかしいわって、うん、でね、次注意しなきゃいけないのが、おばちゃんたちがね勤めてたね勤務地はマンションなのよ。でね、お隣同士のまあ、住人の人や、例えば男女の住人ね、あ、おはようございます、あ、おはようございますってね、挨拶を交わしただけでも乱れてるとね、下されちゃうのよ。あ、ちょっと場合あるじゃない。え、みさちゃん、マジでって言って。え？だって知らない者同士、男女があんな近づいた挨拶とかおかしいでしょって言うのよ。いや、でも隣同士じゃあるんじゃないですかって言ったら、いえ、知らん、で、隣に住んでるだけで、じゃあ何を知ってるっていうのって言うから、え、何を知ってるあ、お隣のご家族さんで、あとお子さんもいて、どっかの小学校に通ってるとか、そういうのはわかるんじゃないですかって言ったら、夜のとか、裏側の顔をね、知らないのよって。そうなんですか。いや、それ言ったらキリないじゃん。なんでも怪しいじゃん。でね、特にね、気をつけなきゃいけないの。ミノモンタのことを好きじゃないと、敵視されちゃうのよ。で、敵視されると、乱れてる人間だと思われちゃうから。ミノモンタはみんなね、大好きと言っとかないと、いや、もうほんと大変な目に遭いますよ。おばちゃんね、ほんとこれは宣言しときます。ミノモンタ好きって言っとかないと、いや、もう偉いことになっちゃうから。だって、ミサトさんのさ、前通るために、乱れた男が通ってるわとか、乱れた女が通ってるわって思われるんでしょ？いやいや、そんな。そんなの。で、誰に何言われるかわかんないじゃん。それが一番怖いのよ。で、さ、美里さんさ、こういう性格で、おっとりしてんのよ、普段。優しくてね。で、話しやすくて。だから、住人でさ、知り合いいっぱいいんのよ。怖いじゃん。そんな、ほいほい言うような人が周りにいっぱいいるとさ、いやもう何言われるかわかんないから、だから身のもんとはみんな好きと言っておきましょう。これはね、とても重要なことですよ。それで、おばちゃんさ、降りる？ここでさ、半年間ずっと、午後はまるまる思いっきりテレビ見てたのよ。司会身のもんたで。身のもんたってすごいんだけど、番組さ、オープンしてからもうフルスロットルじゃん。でも、ミノモンタからすると多分普通だと思うのよ。で、他の人から見るとさ、もうエンジン吹かしまくってんじゃん。いや、これエンジン焼け焦げちゃうっていうぐらいさ、うわーんってフルスロットルでさ、アクセル吹かしてるから。あれって12時からさ、私4時近くまでやってたんでしょ、夕方の。で、普通そんなに長いとさ、ダウンしちゃうじゃん。だんだんさ、吹かすアクセルがさ、上がりまくっていくのよ。信じられなくて。だって、4時間よ、4時間。エンドレスでさ、毎日よ、しかも。今ネットで見てみたら、平日12時から、あ、15時45分、だから225分。エンジン焼けないと思うんだけど、見るもんだってなんか積んでる、そういう、なんていうの、エンジンとか、使ってるオイルとかちょっと違うのかしら。225分間さ、ずっと喋ってんだけど、どんどんエンジン上がってくるよ。元気だなっていうのがもうおばちゃんの第一印象。うん。でも、顔テカテカしてるなっていう。今だから言えるけどね、美里さんの前では言えない。怒られちゃうから。めっちゃ顔テカって、いやでも、225分間喋っててやっぱテカるわね。うん。でもあんなになんかパワフルな人っていうのは、ミノモンタぐらいしかいないんじゃないって。あと、松崎しげるとかかな。いや、でも、パワフルな人ってみんななんでテカってんのかしら。何、強者の証っていうことなのかしらね。こうやって話してると、美里さんの悪いところも皆さんに伝わってるかと思うんですけど、根本的にね、いい人。北区の赤羽のね、駅の、南側の方のさ、ちょっと古びたマンションなんだけど、そこのマンションでさ、やっぱり赤羽だから、あ、ごめんなさいね、赤羽の人。なんじゃわれみたいな人多いじゃん。そういうお兄さんとかおじさん多いでしょ。あと、何見とんじゃいっていうようなお姉さんとかもいるじゃない。そういう人でもみんな、あ、おばちゃん元気とか、おばちゃんおはようっていうぐらい、なんだろう、もう、入ってくる見た目のさ、ファーストインパクトがなんか柔らかい感じなのよ。で、実際喋ってみても、あ、なんかすごくまったりとして、なんかよくいる街のいいおばあちゃんって感じ。うん。
でもそうやってなんかおはようございますって言ってる裏側で美里さんは何この乱れた女はとか何この乱れた男気安く話しかけてこないでよって思われてるでしょ。怖いわ。美里さんがめちゃくちゃお話大好き。びっくりしたんだけど、風邪で休んだ時にさ、なんか家から電話かかってきて、ちょっと喉が調子悪くて、姉が喋れないんですけど、つって。え、妹さん？いつもお世話になってますって。いつも姉は、会社でどんな風にしてるんでしょうかとか、いろいろね、話してて、あ、そうなんですかって、なんかちょっと、意気投合しちゃってさ、お姉さんの美里さんよりめっちゃ喋んのよ。すげえと思って。え、なにこれ、多分、妹さんも、ね、ミノモンタ見てんのかしら。もしかしたらミノモンタ見てると、パワーがない、ブラウン管から伝わるっていう、なんかユリゲラ方式みたいな感じなのかしら。だからテレビの皆さんもちょっと念じてくださいって言ってさ、で、お手元にスプーンを置いて、ね、なんか私のこの手を見て、どうのこうので、で、スプーン曲げてくださいとかって、あったじゃん、昔。あんなことなんじゃないのかなと思って。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃ、ファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところで、よく、ある相談が来るんだけど、数字の4に、ねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。